重罪人リヒトバッハですか？バロットの違法所持者だ。さあ、私にはちょっと。見かけたら必ず通報しろ。いいな。もういいわよ、ひなちゃん。バレてないみたいだね、あんたがバロットを持ってるのは。あの時の軍人さん、本当に何も言わなかったんですね。どんな魂胆かは知らないけどさ。大丈夫、あいつなら心配いらないよ。ななちゃん。あら、いらっしゃい。早かったじゃない。リヒトさん。よし、完成。我ながらいい出来ね。何人集まってくれるかな。お、入るっすよ、リーン総長。今、軍の総本部からこれが。いいところに来たわね、ペレ軍曹。え、このチラシ、配りに行くわよ。またボランティアっすか？もちろん。子供たちのためにみんなで公園を作りましょう。そうよ、この町には子供たちが遊べる場所がないでしょ。でもこないだ、お年寄りには寄り合い所が必要よとか言って半年かけて作ったばっかじゃ。お、総長？このくらいへっちゃらよ。お姉ちゃん、これ。ありがとう。誰か手を貸してくれ。おい、誰か。どうしたんですか、皆さん。お、リンちゃん。こんにちは。どうしたんですか。見てくれよ、これ。ああ、完全にはまっちゃってますね。手伝います。助かるぜ。の、もう一回、せーの、もう一回いくよ、せーの。いや、リンちゃんのおかげだな。リンちゃん、助かったぜ。ありがとうな。いいえ、私なんてそんな。みんなで頑張ったんですよ。そうだな。軍の仕事はろくにできてないし、いい加減注意から怒られるっすよ。だってこの町平和なんだもの。軍の仕事って犯罪者を取り締まることでしょ。でもこの町の管轄を任されてからずっと犯罪者なんて一人もいない。だからボランティアっすか。そう、私たち軍人は皆様のお役に立つためにいるのです。へえへえ、総長のカウントは人助けの数ですもんね。そういうこと。けどよっぽど不幸なやつじゃないとダメなんでしょ。
さっきだってあれだけ人助けしたのに一つもカウントされないじゃないっすか。ね、このままじゃこんなど田舎に左遷されたまま一生終わるっすよ。あ、それはあれよ、いざ犯罪者が現れたら華麗に逮捕して。あ、犯罪者といえば総本部からこれが手配書。重罪にリヒトバッハを見つけた者は即座に身柄を確保すべし、この者は伝説の撃墜王である。特徴として奇妙な仮面をかぶっている可能性が。伝説の撃墜王らしいっす。ってなんだっけ。知らないんすか。あ、もちろん知ってるわよ、とってもすごい、あ、伝説の撃墜王よね。彼らは300年前にあった廃棄戦争で活躍した英雄っす。300年前？そんな昔の人が生きてるなんておかしいじゃない。その上奇妙な仮面をかぶってるだなんて、そんな人いるわけ。うわっ、いたー。ちょっとあなた顔見せなさい。僕は通りすがりのプリン。手配書の特徴と一致するわね。どこがです。仮面が全然違うじゃないですか。お、そうね、確かに。すみませんでした。お、やっぱり見せなさい。やめて。あなた手配書の男でしょ。違います。実は僕全然モテないんです。は？あ、はい。見てください、このカウント。僕は今まで1000人もの女の子に振られ、それ以来女の子に素顔を見られることさえ恐怖で、だから決してお面を取ってはいけなくって。それくらい僕はモテなくて、モテな、あれ、涙が出ちゃう。一度でいいから女の子とデートしてみたい。総長、この兄さんとデートしてやりましょう。こんな不幸なやつめったにいないっす。カウントをうなぎ登りにあげるチャンスですよ。でもデートだなんて私初めてだし。めんどくせ。いやそれなら自分ちょうどいい本持ってるっす。デートの基本はまず手をつなぐことから。手をつなぐ。ボランティアっす。お、早速上がった。この調子で次行ってみるっす。これも基本中の基本、景色のいいところで同じジュースを飲むっす。総長、何をためらってるんです。ストローを加えてジュースを飲むだけじゃないですか。飲まなきゃダメ？ダメ。ボランティアっすよ。分かってるわよ。ごめんなさい。軍曹、本当にここでいいの？完璧、パーフェクトっす。こんな橋を渡って何の意味があるわけ？まあ、いいから。分かったわよ。気をつけて渡りましょう。こんな橋、別に。うわっ！
このままじっと落ち着いて。はい。まだまだこれからですよ。わあ、リンちゃん助けて。ちょっと。グワッタリン。あ、総長。あれ？もういいでしょ？十分じゃないかしら。そう言ってますけど、プリンの兄さん。そんな、僕の人生にとってこれが最初で最後のデートなのに、もう終わりだなって。もっとデートしたい。デート。そんな。ほら、あんなに悲しんでますよ。総長もひどい女っすね。だったらもう少しだけ。じゃあ次はこれ言ってみましょう。次は膝枕っす。もうやっぱり前よりもいいことしてあげるとカウント上がるみたいっすね。この後はどうすればいいの？そうっすね、まずは今のイチャイチャ具合を続けるっす。そこで例えば小粋なトークとか。本日はお日柄もよく。お日柄もいいけど、僕は早く夜になってほしい。心優しい君と一緒に美しくきらめく満天の星空が見たい。いい感じいい感じ。気分が盛り上がってきたところで、太ももをもみしだく。はい。太ももをもみしだくっす。もみもみもみ。上がってる。総長のカウントがどんどん上がってるっす。マジマジか。なんてちょろいカウントなんだ。そしてカウントの上昇とともにパンツに手をかける。ちょっと待ったもういや、それは早すぎよ。グッド、こういうことはちゃんと順序を踏んでから。順序を踏めばいいんすか？いや、それはめんどくせ。あのペレ軍曹さん。ったく、順序とかマジめんどくせ。十分遊んだし、もういっか。面倒だから黙ってたんすけど、総長。その兄さん、バロットホルダーっすよ。はい。はい。カウントがマイナスなのにアビス送りになってないなんておかしいでしょ。なら他にカウントを持っている。つまりバロットホルダーってことっすよ。そして間違いなくその兄さんがこの手配書の男っす。本当だ。気づくの遅えよバカ女。なんか言った？いいえ。総長さん、これなんだ。私のサーベル。暴力はやめましょうよ。リンちゃん、僕たちは戦うべきじゃない。こんな剣なんか捨てて愛し合うべきなんだ。軍の人間がみんな剣の使い手だと思ってた？私の専門はこっち。おとなしく観念しなさい。私、あまり待ちよ。ノーノー、壊したくないの。ほらほら、おとなしくしないといい加減痛い目に遭うわよ。総長、パンツ見られてるっすよ。キャー！キャー？
おいおい、それはおかしいぞ。なあペレ君。エス。そんなギリギリのスカートでバンバン蹴りまくってくるものだから、てっきりパンツを見られたいのかと。うんうんうん、違う、これは軍の制服だから仕方なく。うひょー。それにしてもこの男一体何者？さっきから蹴りまくっているのに傷一つついていないなんて。いや、傷ならついてる。君と出会ったその時から僕の心に。プリンにドッキュンします？ダメよ。私は軍の人間、あなたはお尋ね者でしょ。それに私、子供は最低一人、三人は欲しいの。あと、きちんと働いてくれる？無理に働かなくてもいいけど、あなたはいいお父さんになってほしいかな。それだったら私、総長。もう逃げたっす。ん？え？はい。結局総長がパンツ見られまくっただけだったっすね。あーん。姉ちゃん、ナピーターまだかい？はい。おお、ありがとう。ナラちゃん。はい、ただいま。疲れたかい？悪いね、手伝ってもらって。あ、いえ、こういうのは初めてで楽しいです。でもリヒトのことが心配。いつ探しに行くんですか？焦らない焦らない、まずはロギンを貯めてからさ。わかりました。はーい、いらっしゃ。いらっしゃいませ、注意さん。鉄格子に獅子のエンブレム、ご注文は？この男はどこだ？さあね、突然消えちまってどこへ行ったかなんて。ぜ、嘘をつくな。ナナさん！巡回の者からの報告は聞いている。そもそもこいつのことは何も知らない口ぶりだったそうだが、嘘をつく人間には容赦しない。おい、行くぞ。やべ。いいか、もう一度だけ聞く。リヒトーバッハはどこだ？東に向かったみたいですよ。それ以上は私も。聞いたな、お前たち。やつが向かったのは西だ。行くぞ、撃墜を狩りだ。やあ、僕リヒト。次回のプランダラはコスプレ感謝祭、女王様リーンちゃん。あひゃー、ぶってぶって。私そんなんじゃないもん。じゃあ蹴って。次回バロットホルダー。